設営していきたいと思います。はい、今日はこんな感じでいきたいと思います。テーブルが広いと楽だね、やっぱり。さあ、今日は炙り焼きチャーシュー丼を作っていきたいと思います。うまくできるかね。じゃあ材料は全部揃えたので、それではやっていきたいと思います。さっきワンズを使われさせるために2、3時間ほど東武公園のドッグランまで行ってたから疲れた。ただいま7時ぐらいかな。雷鳴ってるような気がすんねんけど、大丈夫かな。さあ、ほんならやっていきたいと思います。よっ、何してんの。作るよ。ワンズも後でご飯当たるからね。よし、水道ガスっていうのは楽や。このまま30分つけ置きたいと思います。ウッドストーブ使ったじゃないですか。で、ちょっともう一つ買ってみました。これがこっちの方がなんか良さそうだったんで、なんかツーウェイ使えるみたいで、固形燃料のも使えるから S ビットの代わりにもなるっていう感じ。キャンウェイのっていうところの中華製やけど、キャンウェイっていうところみたいです。キャンウェイ見えんのかな。見えてそうで見えてなさそうで、どうやったっけ。で、これがこうすればこう乗って固形燃料なのね。これをこうすればウッドストーブなのね。よくできてるわ、これ。初めて使うけど二次燃焼が見れるかも、綺麗な。で、ロストルじゃない、ハミもついてるから、これで何でもできそうだね。お鍋もちょっとこんな感じかな。で、燃料が今日はコロマキ、この間割ったやつが残ってたので、それと燃えるらしいっていうウッドペレットを買ってきたので、これでちょっとどれだけ燃えるか実験したいと思います。はい、それでは点火。さあ、どんな感じになるでしょうね。燃えてる。はい、それではお湯が沸騰してきたので、アッサムティー、今日はアッサムで香り付けしたいと思います。アッサムティーが2つ、よいしょ。
豚バラブロックがいいのがあったのさ、一人前でこれだけあったら一人前十分だと思う。もう一人前しか食べんからね。美味しそう。よし、煮豚美味しそう。見えへんかな、そこそこ色が出てきたので、豚肉をつけたいと思います。よいしょよいしょ。みんな寝てる？もう疲れたもんな今日はな。みんな寝てる、ココも寝てる。え、これは絶対うまいで。うわ、もう見るからに美味しそうやもん。これ美味しいぞ。よし、しばらくお待ちを。見る？見る？美味しそう。いやー、これはうまいぞ。見える？今日はペットストーブで、ご飯炊きたいと思います。こういう風防があると便利ですね。自作で作りましたけど、風の強い時はね。これ炊こうかな。炊く場所がないんだよね。給水完了。シラカップ水を180。十分給水したから180で十分や。よいしょ。これでご飯を炊きます。そろそろ豚の方が、茹で上がったので揚げたいと思います。よいしょ。どんな感じかな。ほら。うまそう。ほれ。よいしょ。そしたら、タン。よいしょ、ジップロックに醤油。もう涼しい風が吹いたら醤油。こうちょっと開いといて。次みりん、もう目安、こんな全部目安。お酒を、料理酒、みりん入れたら料理酒いらんかもしれんけど、料理酒。ちょっとだけ蜂蜜で、よっ、よし、とお砂糖少々、このぐらい。よし、お砂糖を入れて、よし、で豚をつけると。よし、で、これで染み込ます。
これで約30分ぐらいつけとこうかな。その間にご飯が多分炊き上がると思うので、よし、寝かせます。この間のリクサーダ的なものより、こっちのキャンウェイのこの短い棒のやつの方がよっぽどいい。燃焼効率ももちろんいいし、二次燃焼がすごく綺麗。嬉しいね。すごいすごい。ウッドペレットでも十分燃えるよね。ご飯炊けるまでしばし休憩なんですけど、そんなにレンジいらんもんね。熱っ。よう燃えてますわ。ワンズはとうとう寝ちゃいましたかね。今日疲れたもんな。あ、これ寝てるわ。後でご飯作ってるからちょっと待っててね。よう寝とるやん。ああいいね。今度ちょっとランタンのお話をしたいと思います。あー、これはダメだ。こんなんじゃ話にならない。一応材料はもう用意したんねんけども、まだ到着してないものがあるんで、それが到着してからちょっとランタンについてやってみたいと思います。もうそろそろいけるかな。はい、それでは漬け込みが完了したと思うので切っていきたいと思います。よいしょ。もういい感じで、こんな感じ。さあ、そしたら、煙、ウッドペレットいいねんけど、乾燥してないから、火つくまですごい煙だよ。おい。まあ、美味しそう。よし。さ、うわ、美味しそう。うわ、もうこのままでも食べれそう。うわー、柔らけー。ほら、どうこれ、おいしそう。で、これを黒船で焼きたいと思います。うわ、これ絶対うまい。何これ、すげえ美味しそう。よいしょ。分厚っ。
ではご飯の方もできたと思うので、よし、よっ、蓋オープン。あー、綺麗なご飯が炊き上がりました。で、これをここに置くと、置けないぐらいある。一人前には多かったな。しょうがないね。美味しそう。チュル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 。よし。よし。はい、オッケー。完成。うまそくない？すっげー美味しそう。ちょっと食べてみよう。いただきます。うまっ。めちゃめちゃうまいな。これ最高。程よく油も抜けて十分ですわ。やっぱりアスタムティーで煮たので香りがすごくいいですね。ウーロン茶でもいいみたいですけどね。なんせお茶やったら緑茶とかでもいいみたい。最高。せっかくネギ切ったのに白ネギ彩りにつけようと思うから忘れてた。でした。私はご飯食べてるよ。後であげるからちゃんと待って。ああ、実にうまかった。ごちそうさまでした。ああ、全部食べたよ。はあ、ちょっと一服やね。このチャムスなんですけど、結露はするわ、中の氷は溶けるわ、評価いまいちの理由がよくわかる。で、これ熱いお湯で洗ったらこのチャムス消えるんでしょって書いてあった。これいただかれへんね。買っては見たけど、可愛いからね。すっごい結露。これだとサーモスいつも使っている方がよっぽどマシということでした。うちの3階からの夜景、もうそんな大したことないな。こんな感じ。それでは今日はこれのこんな感じのテラスキャンプになりました。さあ、あと片付けして下で休憩しよう。さあ、今日もお疲れ様でした。